この教室は2年時の生活技術学実習や臨床実習前のゼミ活動などに使います。作業療法士は対象者の生活を支援する職業です。生活を支援するための機器をたくさん揃え、対象者に合わせたアプローチができるようにこの教室を使って学習します。ベッドは対象者の方の身長に合わせ高さを変えることができます。立つ、座る、乗り移るといった能力に合わせ、手すりやベッド柵、リフトなどの使い方を学びます。日本の住宅は畳の部屋も多く、退院後も畳の部屋でゆっくりと生活を送りたい方もいます。また病気によって畳に座ること、畳から立ち上がることが難しい方も多くいます。そういった方への動作方法の指導を学ぶことができます。手指や肘、肩などの怪我や障害で食べ物をつかめない、口元へ運ぶことが困難になることがあります。自助具という道具を用いることで自分で食事が取れるようになります。入浴は日常生活を送る中では難しい動作の一つです。浴室内で使用できる椅子や手すりを使用した解除方法を学ぶことができます。このような機器を対象者に合わせ提供することで生活の幅が広がります。自分でできることが増えることで自信がつき、その人らしい生活を送ることができるようになります。